さらさら会の三国テーマ動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今週の木曜日と金曜日に今見ていただいている白蛇さんと軍団対抗戦をやったんですよね。今回はそちらの模様をお届けさせていただけたらなと思うんですけども、こちらの白蛇さん軍団戦の勝ち数が37回ということで、割とできたばっかりの軍団なんだなということですね。もっと前からあったんちゃうかっていう気がしてたんですけど、そんなことないみたいですね。で、右に僕今気付いたんですけど、1勝ちって書いてますよね。こういう表記が追加されてます。これは3軍対決で勝った数ということになってるんじゃないかなと思うんですけどね。で、この白蛇さんとですね対戦した方法がですね、一応ちょっと前の方の動画でも軍団対抗戦でやらさせていただいたルールでですね、各軍団9人代表を選んで3人3人3人に分けます。で、3グループ ABC というところに各軍団3人ずつ分けさせていただいて、で、各グループで頂上対決、かっこ兵士を使っていいみたいなね、バージョンをやるという感じですね。で、3グループのうちに2グループ、もしくは3グループ勝ったというチーム、軍団の方が、勝利ということになるというルールでですね、軍団対抗戦の方をやらせていただいたんですけども、結構ね、さらち多かったですね。10あったんかな？サラチリプっていうのが今のところ10あるので、その全てっていうのを見ていただいた上で、軍団対抗戦の結果というのもですね合わせてお伝えさせていただけたらなと思っております。そしたら始めていきましょう。はい、まずは A グループの白蛇さんの、鬼畜丸さんの出世を見ていきたいと思うんですけども、これ僕ね最初鬼乳首かと思ってたんですよ。かっこエロとか書いてるし、チクがね、ひらがななんで、鬼乳首なんだろうなーって思ってたらですね、どうも鬼畜丸さんみたいなんですよね。完全にミスリードを誘ってますよね。チクっていう字が、言うたら畜産業とかのチクだったらですね、みんな鬼畜丸って読むと思うんですけども、ここがひらがなである上に、その、丸、失礼、このカッコのところにエロと書いて書いてたら、誰しもこれ鬼乳首かと思いますよね。鬼乳首って何よっていう話なんですけどね。ではなくて、鬼畜丸さんですからね、皆さん間違えないようにということですね。で、地上戦ですね。で、防衛はうちの軍団のキクリンさんですね。このキクリンさんもですね、相当な硬さ、すべての、神技、乾燥で、さらに馬なんかも育成がほぼ終わってるような方でね、まあ、うちの軍団だったら、そうですね、3、4番手の硬さの方っていうことになるんですけども、そういった方にですね、一応この神君陸村防衛で入ってるような状況で、まあこうやって攻め込んでるということで、それでもね、もうあと死竜だけになってるんですよね。この鬼畜丸さんの火力の高さっていうのが伺えますよね。で、まあただここで、天意と呂布だけしか残ってないんですよね。まあ、サラチリップしか見ていかないので、まあこれ結果サラチ取れるんですけどね。この 55% しか削れてない状態で、まあ主要施設がね、いくらほとんど壊れてるとはいえ、こっからですね、この2人でサラチ取れてしまうっていうのはですね、やはりなんか防衛施設の弱さというか火力の低さを感じざるを得ないかなという気はしますけどね。まあこれ五雷とか、あと、まあ、氷夷大とか煉獄島とかね、アッコラがたくさん残ってたら、まあ、きつかったんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、ただ、防衛施設これ以上また硬くなられると、僕とか、あとまあ、ちょっと戦国地帯の方がですね、またちょっと武将を生かす方法っていうのを模索せないかんということになるんで、とりあえず今はこのぐらいで置いとってもらえたらなと思うんですけどね。はい、このような形でサラチということになっております。鬼畜丸さんお見事でございます。そしたら次のリップ見ていきましょう。はい、次は白蛇さんのシンさんの攻めというのを見ていきたいかなと思うんですけども、これ、防衛側はですね2枚盾ですね、猛角とあと曹操がいるという感じですね。で、真空リュクソンが両所轄支流ということで、割と支持されてる防衛陣になってるんじゃないですかね。ジャワさんの防衛ということになっております。で、地上戦ですね、下からまあサイドカットしながら、やっぱり画量諸葛はね、どなたもやっぱり先行させてる感じしますよね。死んでも復活するというのがやっぱ大きい強みなんじゃないかなと思いますけどね。で、外からこんな感じで猛角と、曹操を今ガンガンいじめてる感じですかね。この2人火力がないので、この2人だけうまいこと釣ることができれば、まあ、時間さえかければいずれは落ちるということになると思うんですけどね。ただ、こんな感じで、シンクリクソンが釣られるとですね、
その孟獲と曹操を始末している間にこのシンクリクソンのスキルでガリガリ削られるということになるんですけどね、釣られるのがちょっと遅かったので、全ての武将を倒しきってるというところですね。ただ、こちら側、こちらで言うとおかしいですね、白蛇さんの新さんの方もですね、結構攻撃武将っていうのが、まあ、こう減ってきてますよね。今もうシンクリクソンと呂布、あと天衣ですね、この3人になってますね。曹操が今死んだんでね。ということでこれ、まあやはりまた全ての武将が生き残ってないというパターンですね。先ほどの鬼畜丸さんも2人の武将しか生き残ってなかったんですけど、なんか昔やったら地上戦って言ったらね、こう3人ともなんか生き残ってるみたいなパターン、3人じゃないわ、5人とも生き残ってるみたいなパターンで終わることも多かったんですけど、今回はなんかそんな感じでないということで、やはりちょっときついなってるのかなという気はしますけどね。まあただまあこうやって取れてるんでね、この言ったら防衛が固くなったという中でもですね、こうやって取れてしまうのはさすがだなという気がします。審査お見事でございます。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、次は白蛇さんの広石さんのリプを見ていきたいかなと思うんですけども、これ3人とも A グループなんですね。つまりここの A グループの白蛇さんは全員がサラチを取っているということなんですね。なんで逆にうちがその全員A グループのメンバーがサラチ取ったとしても良くて引き分けにしかならないという状況なんですね。火力高い人多いですね。でおそらくこれ地上戦ですよね。で今まあサイドカットをしてるというところなんですけども、防衛陣もねこれ新君陸村義武曹操紫龍画梁諸葛呂布ということでかなり固い5人なんですけどね、なかなか守りきれないというところですね。なんか取れる人と取れる人の格差っていうのが広がってきてるのかなという気がしますけどね。で攻めは、二強呂布天衣、あと画梁諸葛とあと一人最後がシンクリクソンかということですね。もう攻防ともにリクソンはなんか必須になってきましたね。やはり最新の鬼畜武将ということで地位を確立してきたなという気はしますけどね。で、シンクリクソンもね、最初の評判ってそんな高くなかったと思うんですよね。なんかツイッターなんかでもね、シンクリクソンが弱いみたいなね、その苦情のなんかツイートみたいなのあったじゃないですか。まあ知ってる人は知ってると思うんですけども、その言うたら運営さんに対する苦情みたいなのを中国運営が言ってたっていうようなツイートですね。中国、テストサーバーの人たちかなって言ったらいいかな、がまあちょっと文句言ってたみたいなあのツイートを見たんですけども、なんだかんだでやっぱりこうやってね、あの先人呂布の時と同じようにですね、こう使う人が使うようになってきたらやはり強いんだなというところですよね。ただ今回もやはり武将が3人生き残ってるという感じになってるんで、全員がこの生き残ってのさらちというケースには至ってないということですね。やっぱりなかなか全員生かすのはもう厳しくなってきたのかなという気がしますけどね。結局呂布も死んで、あともうリクソンと天衣という形になってますよね。でもうこれは防衛施設が硬いというか火力があったら取れないというケースになると思うんですけども、もうこれ以上硬くすることは今の三国天武の状況を見るとですねないんじゃないかなと思うんですけどね。そうしたら今回まあ A グループ白蛇さんが全員さらちということで引き分けに持ち込みたい侍ジャパンはですね、 A グループでどれだけさらちを取れたのかというのを見ていきたいと思います。はい、そしたら A グループ侍ジャパンキクリンさんの攻めを見ていきたいと思います。このキクリンさんはですね、先行も地上戦もこなすというねオールマイティなプレイヤーなんですね。いや本当に助かりますねこういう存在はね。うちの軍団やはり先行使いが多いので、その先行対策の陣形みたいなことでこう揃えられるとなかなか攻め手を欠くみたいなケースが多かったんですけど、今地上戦の方も増えてきてですね、その先行対策ばっかりに気を取られてるとなかなかこういった地上できる人にさらち取られますみたいなね環境になってきたのでね、ここは良かったかなと思いますね。で今回もキクリンさん地上戦で行ってますね。その旅に出てたんですけどね、旅に出る前は先行で攻めることが多かったんですけどね、ただこれちょっとサイドカットが甘かったのかそれで行きましたね。右上の方にそれで行ってます。ただ一応こう全員こう今回はですねサラチのリプだけを紹介させていただくということになってるんで、この後、サラチは取れております。で天衣突っ込ましてシンクリクソン守ってますね。結構耐えてますねリクソンね。まあ、ただここで死んでしまいました。
ただここでね見てもらいたいのがもう相手防衛リクソンとソーソーしか残ってないんですね。なんで天衣がね突っ込んでその他の武将のターゲットを取ってる間にですね守られた神君リクソンがあの武将を倒してしまったということなんですね。まあ一応東巡兵とかも大量に入れてるんでその東巡兵とかのフォローもあったとは思うんですけども、こんな感じでさらし取れるのはすごいですよね。割とそれてしまったんですけどね、もう何のソロですよね、それてしまうんですね。ただまたですね先ほどと同じようにですね5人が5人残ってるというケースには至ってないですね。はい、さらちということですね。これで、1人は一応さらち取れました。そしたら次のリップがありますということでね、まだ2人目もさらちリップありますんでね見ていきたいと思います。はい、そしたら次はジャワさんのリップを見ていきたいと思うんですけども、この方はもう生粋の先行使いですね。で、うちのそうですうちの軍団の中でもかなりこうさらち取るのとか安定してる方なんですよね。軍団戦ダイアリーなんかでもベスト奪還ということで何回も紹介させていただいております。で、これ援軍は東巡兵が50入ってたみたいですね。で、こう東巡兵が車に行くんですけども、もう完全に無視してガンガン中の施設壊してってますよね。私のプレゼント、はい、ここで月影を出してもうその一旦東巡兵で釣ってとかいうことはしないですね。車でそこそこ東巡兵死んでくれてもいいですよっていうか、むしろそこそこ死んでくれないと性能値で回復しきれないので車の巻き添え食らってねっていう感じの出し方に見えますね。これは僕も東巡兵が50入ってる時っていうのはこのような攻め方させていただいております。で、スキル2回打ち終わってここで3回目ですね、しっかり引きつけてますね。で、ここで右上から出たのが神君リクソンですね。で、施設をガンガン壊してってますね。結構壊れていってますよね。で、下から画量諸葛で、天衣を突っ込ませてるので、周囲を外してるという編成になってますね。もちろん周囲の破壊速度というのも速いんですけども、おそらく周囲に比べたら神君リクソンの方が若干硬いんじゃないかなと思うんですよね。っていうのもあって同じぐらい施設壊すんだったらその周囲よりシンクリクソンの方がいいという判断で周囲を外してリクソンを使ってるんだろうなと思いますけど ね、結構壊れてってますよね。本当にこれは意外ですけどね。また僕の見立てのその言うたら正解率の低さというのが露呈したかなという気はするんですけどね。完全に先行では使えんのじゃないかなと思ったんですけどね。ただまあ僕の場合はそのシンクリクソンの専用神器を取る気もないですし、っていうかそこまで育成が進まないと思いますし、周囲のね専用神器が一応もう完走してるということなんで、もうこのまま僕は行こうかなと思ってますけどね。こういった感じでリクソンを取った人っていうのはですね、先行においても攻防を共に活躍させることができてるということなんですね。ジャワさんお見事でございます。そしたら、うちあと1人の方がですね3枚取れたら一応引き分けということになるんですけども、そちらのリップがですね残念ながらちょっと今回はないということなんですね。ガッツさんが、最後の1人だったんですけど、ガッツさんはですね2枚 94% というですね素晴らしい成績にだったにもかかわらずですねちょっと今回負けてしまったということなんですね。これはもうガッツさんが悪いというよりはもうその白蛇さんの皆さんの火力が高いということをやっぱり褒めたたえるべきなんじゃないかなと思いますけどね。だって頂上対決でね 3-2-3 とかで終わったらまあ大体勝ちますよね。それがですねまあちょっとそれでも負けてしまったということで、まあ、A グループは惜しくもですね、まあ、サムライジャパン敗北、白蛇さんの勝利ということに終わっております。そしたら BC でうちはですね両方勝たんかったら価値はなくなったということで、いきなり崖っぷちなんですけども、 B のグループがどのような結果になったかというのをですね見ていきたいかなと思います。はい、そしたら B グループはですねサムライジャパンのリップから見ていきたいかなと思います。ラッキョさんの3枚取ったリップですね。ラッキョさんは現状ではうちの軍団では一番スペックが高いんじゃないかなと思うんですけどね。地上戦の方ですね、右上から行こうというところです。防衛はシュウさんで、シリュウ、ガリオシャカツ、リョフ、ギブソウソウ、シンクン、リクソンということでね、まだこれ最強の防衛陣と呼んでもいいんじゃないでしょうか。で、攻め側はリョフとシンクン、リクソンで、天衣、ギブソウソウ、ガリオシャカツということで縦2枚体制ですね。ここはうまくこの
スタ武将に盾を取らすことができたらですね、かなりの火力が期待できるという編成になってると思うんですけども、うまいことですね、シンクニッツソンは外からスキルを打って、で、ガリオ諸葛はサイドカットをしながら中に入ると、両方もね、あまり前に行きすぎずということでですね、理想の攻め方ができてるんじゃないかなと思いますけどね。うまいですよね、こうやって各武将の言うたら攻撃する位置っていうのをですね、なんとなくまあこういう並びになってくれたらいいなっていう、その僕みたいなね、地上戦やらんでもそういう、風な流れになったらいいんだろうなっていうパターンをですね、こうやって見事に体現するというのは本当に難しいことだと思うんですけどね。地上戦をやってる方っていうのはここら辺のテクニック本当に舌を巻くばかりだなと思いますけどね、とても真似できないなという気がします。で、これ5人全員生き残ってるパターンですかね。ここら辺もこの言うたらラッキョさんのスペックの高さというのが伺える結果ということで3枚になっております。お見事でございます。そしたら次のリップ見ていきましょう。はい、次のリップはですね、マズロさんですね。もうマズロさんは説明不要ですよね。もう僕の動画でいろんなあらゆる方向でお世話になってる方ですね。まあその分断線ダイアリーのベスト奪還なんかでも多分2桁回選ばせていただいてると思います。で、右月へ、左下周遊ということですね。で、ここで周遊がこれ表意台のターゲット取られてしまったのはちょっとミスったかなという気がするんですけどね。絶縁先行で1回外れてますけどね。で、そうしてるうちにこうやってスキルを打ってこの体力をじわりじわりと回復させれるというのが、周囲の強みなんじゃないかなと思うんですけどね。で、近所鉄壁、おそらく先行で一番まあその言うたら嫌な陣法だと思うんですけども、何のそのですね、ガンガン壊していってますね。月影がしっかり生きてます。で、近所鉄壁の弱みと言うたらですね、その施設を全体的に壊されるようなことがあればもう両毛でたやすくその城を落とすことができますし、もうそうなる前にですね、これ落としきりましたよね、城をね。もうあと両毛がいるんですけども 95% ということで、これもう両毛いらないかなっていうレベルですよね。敵を掃討しろ。はい、安定してますよね。もうさすがですね、マズロさんはね。こういった、緊張するシーン、ちなみにこの、対抗戦一発勝負なんですよ。途中で回線落ちしてもそれを成績とさせていただきますという内容なんで、本当に一発勝負なんですけどね。皆さん3枚決めてきますね。で、B グループはですね、あと、まあ、ライライ設定さんという方の3人が侍ジャパンのメンバーだったんですけども、サラチを取ったのはこのラッキョさんとマズロさんということになっております。なんでここの B グループ、白蛇さんはですね、シュウさん、ハズキさん、NN さんという3人の方がですねいらっしゃったんですけども、まあこうさらち2枚以上は取らんかったら B グループ勝つことはできないという状況なんですけどね、どのようなリップを見せてくれるんでしょうか。そしたら見ていきましょう。はい、そしたらシュウさんのリップを見ていきたいと思うんですけども、相手はラッキョさんですね。ラッキョさんからさらち取るんですね。すごいですね。ただラッキョさん、これ外武将ですね。こんな陣形先行では全然攻めたくないなという気がするんですけども、で、やっぱり攻めの方も案の定これ地上で攻めてますよね。この、シュウさん、ハズキさん、NN さんのうちに先行使いが何人いたのかっていうのはちょっと存じ上げないんですけども、まあ地上戦の方でないとここのラッキョさんの陣形は選ばんのじゃないかなと思いますけどね。で、転移力、ガリオ諸葛、あと真空率の2強ということで、2強の息も長いですよね。まあ使う人使わん人両方いるんですけど、2強の代わりにギブ曹操なんか使ってる人もね多いですけどね。やっぱこの2強のね、その言うたらこうシールドとあと凍らせるっていうやつですかをこう切り替えることができるというのはですね、やっぱり唯一無二なんだろうなという気がしますけどね。まあもちろんガリオ諸葛も切り替えれますけども、そのやっぱり凍らしたりっていうことはできないですからね。ただガリオ諸葛と2強両方使うってなったら割と慌ただしいなという気がするんですけどね。それでもみんなこうちょっとやりきるもん、やりきるっていうのはすごいですけどね。で、こっからこれどうやってサラチ取るのっていう感じなんですけど、はい、なんとなんと結構ガリオ諸葛が頑張るんですね。まあ転移がいるんでその間にという感じなんですけど、こうやってねうまいことスキルをね切り替えて壊してしまう、殺してしまうんですね、シリュウをね。で、あとは今度火に切り替えてというところですね。で、まあもう結果はね、サラチナンはもうちょっと一応お伝えさせていただいてるんですけど、援軍の聖の士がいたんですね。ここで天意を守りにかかってるんですけども、
今の性能子がなかったらもしかしたら煉獄島壊れてなかったのかもしれないなという状況ですね。いやこのラッキョさん、こういくら外武将と言うてもですね、結構攻めにくかったんじゃないかと思うんですけどね、ガルー諸葛残して3枚取ってしまうということでね、お見事としか言いようがないですね。で、この B グループなんですけども、ちょっと残念ながら白蛇さんのサラチリプというのはこのシュウさんだけでおしまいということになってます。なんでこの B グループはですね、うちがサラチ2人取ってます。で、ライライテイさんが2枚取ってるんで計8枚になったんですけども、その言うたらサラチ取った白蛇さんのメンバーさんがですね、シュウさん1人ということで、ここで、うちの分断の価値が確定したということで、 B グループはうちの価値ということで、ここで1勝1敗に持ち込めたというところですね。 C グループで、そのうちが勝った方の軍団が勝ちということになってきました。そしたらリップの方を見ていきましょう。はい、 C グループも侍ジャパンから見ていきたいと思います。親父さんの3枚取ったリップですね。親父さんは今回の世界走破の世界本戦にうちの軍団から唯一残ってる方ということで、まあうちの軍団で最高火力の持ち主と言うていいんじゃないでしょうかね。当然こう21枚オールパーフェクトで予選突破してますんでね、なかなかこう化け物じみたことをやってるなと。世界でもですね、これを成し遂げれる人って言ったら数十人しかいないというね、レベルのこの言うたら火力の持ち主ということになってるんですけども、使ってるのは電位ガレオ諸葛2強呂布シングリストンということですね。この編成か2強が早々に変わるパターンが多いですね、地上戦はね。で結構もうグワッとこう相手を釣り出したりせずに火力と火力の勝負にかかってますよね。まあ、これで勝ち切るというわけなんで、なかなかすごいなと思うんですけどね。防衛施設を結構転移でしっかりターゲット取ってるというのがでかいんじゃないですかね。これができなかったらこんだけこう釣り出せてないというか、多分あえて釣り出してないと思うんですけど、釣り出してない状況で、まあ、この削り切ることは難しいんじゃないかなと思うんでね、今回はこう転移のスキル打つタイミングとかがやっぱり良かったのかなという気はしますけどね。で今回これ5人全員生き残りそうですね。2強がちょっと死にそうですけども、多分なんとかなるんじゃないかなと思います。相手の方もね、非常に硬かったんですけどね、防衛がガレオ諸葛支流ギズブ曹操、あとシュウユと呂布ということで、リクソンはいない感じになってたんですけど、こんな感じでね、親父さんが3枚取り切ったという形になってますね。お見事でございます。そしたら次のリップ見ていきましょう。はい、次はですね、吉田さんのリップになってますね。これはもう言わずもがな、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、ポロリさんですね。ポロリさん、これサブだったんですけども、そのサブの方がこうなんか馬の育成具合がこういいということで、サブがメインみたいになってるということをおっしゃってましたね。で一応吉田さん、もうめんどくさいんでポロリさんって呼びますけど、ポロリさん地上戦やられております。どんな感じで取っていくんでしょうね。だからこんなトンコヘ使ったりしてますよね。面白いですよね。これは先行の名残かなと思うんですけどね。結構サイドカットは慎重にやってますよね。こういうの好きなんですよね、ポロリさんね。こう射撃塔がないところとかをトンコヘでフォローして壊しにかかるとかいうのがね、好きなんですけども、この改造投石車にの巻き添え食らってトンコヘ死んじゃいましたけどね、何しに出てきたんやっていう感じになってしまいましたけど、ここでね、天意がね、表意台のターゲット取らないんですよね。いやらしいですよね。で、天意を完全にこう孤立させた状態で、はい、後から全軍出撃でこう突っ込んでるということなんですけど、これは一応ギブ曹操と、いやもうほとんど釣れてますね。支流以外釣れてるという感じになってますね。ただやはりここも天意のターゲットの引き付け方が良かったのか、こちらはまあほぼ無傷でこんな感じで突っ込んでいけてるっていう感じですね。なんかちょっと前までね、天意って地上戦よりなんかその先行での武将っていうイメージだったんですけども、地上戦でも必須になってきてるような気しますけどね。天意も結構息長いですよね。未だに吉札武将の中で唯一のアクティブ武将ということになってるんですけども、こんだけ長生きするとはちょっと僕思いませんでしたね。さすがになんか次の吉札のなんか委員が出たら消えるだろうな、消えるだろうなってずっと思いつつ、なんやかんやで残ってるのが天意っていうことですね。はい、サラチになってないですね。
ただ、これリプがおかしいだけでしっかりとこの吉田さんポロリさん自体はサラチ取ってくれております。お見事でございます。でですね、ここで C グループのサラチはおしまいなんですけども、 C グループ、白蛇さんの方はですね、なんとうちの軍団からちょっとサラチ取れた人が一人もいなかったということで、 C グループもうちの勝ちということになってるんですね。なんで、2勝1敗でこの軍団対抗戦は侍ジャパンの勝利という形で終わっております。ただですね、この言うたらサラチの数なんか見ても6対4ということで、まあそんなにむちゃくちゃ差があるわけでもないですし、やっぱ火力高い方は多いなという印象でしたけどね、非常に強い軍団なんじゃないかなと思います。この ABC のね、この言うたら組み合わせっていうのはですね、一応その頂上対決のルール自体がですね、この侍ジャパンでよくやってるルールっていうのもあって、まあうちの方が慣れてるということでですね、ABC のメンバーっていうのはですね、うちの方が先に提示させていただいてるんですね。それに合わせて、やってるのかどうかっていうのは分からないんですけどね、もしかしたら事前に頭の中で決めておいた ABC でもそのままぶつけてきてるっていう可能性もあるんですけども、その言うたら巡り合わせでですね、負けることも全然あったんじゃないかなということでですね、いやなんか結構苦戦してたんじゃないかなと思うんですけどね、まあ僕は出てないんですけどね、まあ、交流戦だったらね、僕なんかも出れると思うんですけど、この対抗戦って言ったらやっぱりガチでやりましょうという話で、やってる勝負になってるんで、なかなかやっぱり僕なんかでは出れないですね。多分ね、この攻防のバランスで言うたら、多分侍ジャパンで僕20番手から25番手ぐらいの間ちゃうかなと思うんでね、なかなか9人の代表に選ばれるというのは難しいんですけどね、その言ったら代表の方っていうのはですね、こういった形で侍ジャパンに勝利をもたらしてくれました。どうもありがとうございました。また白蛇さんもですね、今回ちょっと軍団対抗戦ご提案いただいて、でサラチのリプを、まあ、全ての方がですねきっちり共有してくれたということで、その言うたらルールっていうのもですねきっちり読んでいただいて理解していただいた上でですね、その通り実行していただいたということで、何のまあちょっとこうトラブルも問題もなくですね、このような形で対抗戦を終えることができたのも、白蛇さんのご協力あってこそのことだなと思います。今回はどうもありがとうございました。また何かしら軍団戦やら国戦でね対戦する機会あると思うんですけども、その時はよろしくお願いいたします。お手柔らかによろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。